子供の影を見たらしいんですよ。溜まり場になってる可能性はあるって言ってました。あ、どうだどうだって言ってるね。はい、こんばんは、おかすいの田尻です。はい、ということで大阪遠征スペシャルね、怖いですよもう怖い感じ出てるでしょ。もう出てるね。まあいわゆるね、そういう怪奇現象が起こるお家という怪奇現象が起こるお家ということなんですけれども、今回はですね、まあ、とある方に、この家を紹介させていただいております。どうぞ。皆様こんばんは、上野が行ってきますチャンネルの上野と申します。上野さんですよ、皆さんね、よろしくお願いいたします。まあ、イベントでね、もうこのことは知ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、ありがとうございます。まあ、以前ね、グループにいらっしゃった時に、はい、まあ、この物件にね、以前上野さんがこの家の怪奇現象を調査してほしいとロケを行った時の話。一体何が起きてるのかっていうと、はい、この階段あるじゃないですか、めちゃめちゃ雰囲気がある、はい、そうですよね。この階段で子供が駆け上がるのを見た、うん、でももちろん2階に上がっても誰もいなかったし、はい、1階で寝てる時に2階からなんかぐらいの音が、いやめちゃくちゃやばいですけどねただ僕が本当に霊感がゼロなんで、はいはいはい、最近霊感が高まってきたと噂の大茶さんに、はい、僕はもう信任していただきたくて、はい、本日わかりました、もうあの霊がいますなの で, です終わりにしましょうか今日は。あ、いい、ダメですダメですダメですよ、今からもガッツリ上がっていただいて、マジですか、うん、なんか子供が苦しむ声聞こえましたよ。チェチェみたいなのが聞こえたんですけど、なんか聞きよみたいな、聞きましたね。ちょっと早速その時もミシミシ言ってるじゃないですか。なんかね、ターチャイさんが床に穴開いたんちゃうかってぐらいの、いやマジだよな、床に穴開いたんちゃうかってぐらいの、いやマジだよな、マジで床に穴開いたんちゃうかってぐらいの、いやマジだよな、マジで。だから僕がグループで来た時もこの階段の上の廊下で子供の影を見たらしいんですよ、元メンバーの方が、はいはい。まあ、たくさん僕たちも事故物件とか行かさせていただくんですけども、はい、いわゆるそういう事故物件ではないで住んでらっしゃるお家でここまでの音が聞こえるってなると本当にやばいんじゃないかなっていう怖さが今僕めっちゃあるんですよ。ここのお家ってあのお寺と墓地の間に位置してるらしいんです。それがまあいわゆる霊道、道がここに通ってしまってるのではないかなっていう、うん、そこまで分かってたらね、いきますよ今日それでは早速参りましょう。ベロリンギア、尋常じゃなかったらしいんですよね、その階段上がっていく、ものすごい木ですね。一番奥のが以前僕らが宿泊するときに拠点にした部屋です。なるほど、はい、で早速ちょっと入りますね。開けていただいてみましょう、はい、はあ、なるほど、失礼します。ここに、はい、前回はもう拠点にしてる。そうですね、この部屋自体はだからね、あの椅子あるじゃないですか、はい、この椅子自体が何であるかがわからないらしいんですよ。なんか何であるかがわからない、なんか机も何もないのに、この一脚の椅子だけここにずっとあるらしいんですよ。だからあの位置からも動いてないらしいんですよ。なんか理由ありそうですけどね。そうですね、ここからは以前は声とかもしましたからね。あとはここの奥の部屋あるじゃないですか、はい、ここの奥の部屋が一番やばい部屋だと思うんですよ。はい、
この部屋を。この部屋です、この部屋です。気をつけて。もう、すまん。ここですね。これが勝手に開いたんですよ。これが勝手に開いたんですよ。ここの部屋でもずっと停電してましたね。なるほど。僕らは以前、本当に僕らが来て定点検証してる時にだけギーって勝手に開きましたね。ギーって開き方なんですか？これこういうタイプじゃなくて、はいはいはい、手前に引くタイプなんです。ほう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 。その風で開くとしたら向こうから風が吹いてないとおかしくないじゃないですか。そうっすね。でも向こうから風吹く要素が全くないんですよ。なるほど。だから勝手に開くとは思えないんですよね、正直。そうそう、しかも結構ちゃんと今開きづらいくらいの感じでしたもんね。ちょっとね、立て付け的にはね。ですよね。ちょっとこすれるぐらいのあれだったんで。ただ今日ね、ここで生配信した時に、はい、天井裏も見れるんですけど、その時にね、大勢の視聴者さんと元グループのメンバーが、あのお札があったないなかったで大討論になったんですよ。なんか、なかった派とあった派がいるっておかしくないですか？お札なんて一目見たら見間違うわけないじゃないですか。いや、そうっすよね。なのに、大勢の人があった、いや、なかったって。だから今日確実に確かめられますよ。どう考えたの？ね、いや、それは分かんないですけどね。分かんないですか、ね、ただ、確実に分かりますから、これは。そうですね。はい、あとは、ここの奥の部屋あるじゃないですか。はい、ここの奥の部屋は、前回来た時は、触れれてないんですよ。はあ。うん。だから、正直未知です。何があるかも。何が起きるかも正直わかんないです僕。なるほど。一回じゃあこっちから見てみます。行ってみましょうか。はい、じゃあ行きます。宮本くんなんか、形的にはまあそんなに可愛い場合は、うん、えガタガタガタって言ったよね。え、今なんか分かれないの？いや、完全に中からしましたよ。ええ、これは、あ、ごめんなさい、俺の体重が重すぎて。え、ちょっと、ね、重さ若干許されざる。え、待って、え、でもそうなんすか。あ、待って待って、どん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 なんか言ってるよ、下。俺じゃないよ、これ、本当に。いや、俺かな、俺だ。え、どっちですか。え、僕は正直中からも聞こえました。中からもですよね。でこれタアちゃん太ってる派と太ってない派ってこれ分かりません？今回大丈夫ですか？え、分かりません。だから中っぽいですよ。え、びっくりした。分かる。枕と模型が、模型ますますね、おかしいなって思うのは、正直風邪自体は入ってこないわけじゃないですか。何かが勝手に風邪で動くってことはまずないと思う。そうですよね。あの今のコンコンコンと廊下から聞こえたらマジなんすか。ずっと聞こえてないです。え、僕聞こえてないですよ。え、今聞こえなかった。俺は聞こえてない。いや、じゃあマジでやばいわ。一回できるよ。本当にコンコンコンって言ったよ。あ、今、え、た、今、あ、今でしょ。あ、今のこって多分絶対入ってると思うわ、100%。たまになんですよ、俺が現場で聞こえて、誰も聞こえてない音が、こいつが聞こえてるのめっちゃあるんですよ。やっぱ電子機器通すと何か聞こえるってあるかもしれないですね、はい、いや、聞こえなかった。ほんとトン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 って子供が本当に走ってるような音が今完全にしてましたね。前の子供の人が見たのがやっぱそこの子供がさ。いや、そうですね。だからでも一個すごく気になることがあって、まあ、下に先ほどご挨拶させてもらいましたけど、まあ、人が住んでるじゃないですか。ここ全く入ってないじゃないですか、こんなにいい空間なのに。それがすごく気になるんですけど。
先ほどから探索を続けている2階だが、実はこの家の家主は数年間2階に上がっていないという。一体なぜなのか。まあ、この家自体がその家主さんのおばあちゃん、おばあさんが住んでた場所らしいんですけど、はい、まあ、昔そのおばあちゃんにそのこの持ち家に住んでくれみたいなこと言われたらしいんですね。まあまあいいけど、まあ、そこから住み始めたのは住み始めたんですけど、なんかその話自体もなんかすごいふわふわしてうやむやみたいな感じ進んでいって、はあ、なんかまあ言い方悪いけどいつの間にかここに住むことになったらしいんですよ。おばあさんの方に事情があるのかなと。そうですね、なんか聞きづらいですよね。いや、めっちゃ廊下変なんだけど。廊下なのかな、変すぎない？なんか今なんか聞こえてきますね。なんかね、そう、なんの音かわかんないけど、ほんと変な音したの今。え、捉え方によったら女の人のふんみたいな声も聞こえるし、女の人ですか、女の人の声が上野さんが喋ってる時も聞こえたし、で今多分タッピーと同じタイミングであれっていうのがね、うん、なんかイメージなんだ、本当にここくらいの、ここの奥くらいの感じの。ああそうかもな、そうだな、はい、一応うん、もう絶対聞こえました。ガタンですよね。これ今、あ、待って、俺絶対動いてない。今誰でも動いてない。今のはゆくい。ガタンですよね。これ今、あ、待って、俺絶対動いてない。今誰でも動いてない。今のはゆくい。本当に今俺全く動いてない。正直、3人とも1ミリも動いてない。動いてないです。マジで1ミリも動いてない。このスマからですよね。はい。開けていいですか。一応、はい、そのこっち側がお寺、はいはい、で反対側がお墓らしいんですよ、はい、だからお寺側から女性の声が聞こえるってのはなんかあんまり腑には落ちないですよね。まあ、そうっすよね。事故物件じゃないじゃないですか。いろんなものの声が聞こえたりってことは今霊動説が多分濃厚なのかなっていう。今もう右からうめきじゃないですけど、おーって、いるんですよ絶対。だからね、ここ自体がたまり場になってる可能性はあるって言ってました。そうですよね。ここの今住んでらっしゃる方が上を使ってないっていうところもあるんじゃないですか。若干ね、これなんか死因みたいなのもありますよね。ここもここだけだ。ここだけだ。ここだけ死因が。変な話、引っかいたみたいな話ね。これがおばあさんが住んでた時にあったかどうかはね、わからないけど。あれ、ちょっと待って。ここめっちゃ死になってますよ。ああ、そこだけっぽいですね。あ、しかもたゆんでるなこれ。死になってる。本当ですね。これ、はい、これもしかしたらですけど、アライグマとかハクビシンとかが巣を作ってるかもしれないです。ああ。で、糞とかして体温で、でここが開くっていう現象あるじゃないですか。こういうところから巣作っちゃうんですよね、多分。なるほど。ただもしかしたら死骸があるかもしれないですね。その体液だったりとか糞尿とかで魂みたいなのがこういうの引き起こしてるみたいな。でも動物のいるような気配は一切なかった気がしますけどね。だとしたらこのシミマジでやばいっすよ。超怖いっすけどね。確かに何のシミだって。でもここ見れるんですもんね。こんな都合よくキャラってあります？いやそうよ、確か仕込んだうん、本当に仕込んではないです。怪我だけ。
けど、毛だらけをしないようにします。一応そこはベッて剥がせるのは剥がせるんですよ。なってます。これまた前回、はい、これちゃんと締めました。ちゃんと締めました。開いてるんですよ。開いてるんですよ。マジですか。マジで開いてますよ。ここお前、これちゃんと締めました確実に。で誰も上がってないですよね。間違いなく上がってはないと思います。これいけます。がっつり合う。何これ。なんだこれ。いやなんか木の板みたいなのが、多分本当にないような素材が一個ちゃんと見たいなって思ってきた。なんならこれはっきりたゆんでるから、もうこれ見たら分かると思うんだけど、はっきりたゆんでる。いや待って、何これ違うわ。うわ怖っ。え、わかんない。ごめんなさいね、もう一人でブツブツ言って。あの靴の足跡あるんですよ。靴の足跡があるんですよ。動物じゃなくて。動物じゃなくて完全に靴の足跡なんですよね。例えばここに残って作業したんだったら、俺このままで渡さないと思うんですよね。間違いなくそうですね。しかも渡してないってだいぶ昔の話に言ってますよね。どうしたね今。あっちの部屋からすっげー落とした。一回ここの部屋定点置いた方がいいかもしれないね。そうだね。結構これおかしいっすよね。本当に足跡なんですよ。その靴のですか。靴のです。でここしっかり閉めたんですもんね。しましたしました。でここ靴があるんで誰か登ってるんですよ絶対。なんかしまいに出たとか。人のはずではないですね。よいしょ。はい、うわまた落とした。するじゃん本当に。めっちゃ聞こえますよ本当に。で一応定点今仕掛けさせていただきましたので、一回そのメンバーがあの天井裏には行ったことはあるんですけど、まあ、もちろん靴なんて履いてないですから、うん、本当にあるんですか。ちょっと本当にありますよ。立ち合いさん登る気ですか今。はい、登ろうとしてます今。そうですけど。え、ご自身が一番よく分かってると思うんですけど、はい、相手聞かないですけど、え、どういうことですか。ごめんなさい何も分かってないです。あ、本当ですか。え、どういうことですか。あ、じゃあもう単に、あ、そういうことね。デブイジリね。デブイジリね。いいです、慣れてる、慣れてる。あ、いい、イジーとかじゃなくて、はい、端的に言うとこちらと思います。あ、大丈夫です、大丈夫です。腐敗臭みたいな匂いしますけどね。いろんなのあるんで気をつけてくださいね。コウモリとかだと。あ、確かに。はい。え？あの、わかります？木の板。このさっき言ってたシミの裏も確認できましたね。これはシミがある上の屋根には、はい、何のシミもないんですよ。だから何かが垂れてきたっていう可能性はゼロですね。じゃあこっち側の表面からってことですか。裏側にも若干のシミはあります。ただこれ何のシミなの。あとお札確かないと思うんですけどね。疲れましたね。なんか昨日匂いと
一緒に絶妙になんか腐ったまではいかないような匂いしてましたけどね。一回じゃあ俺も匂い嗅いでみていいですか。違う意味でドキドキです。待って、今めっちゃ音したぞ。動物かな。動物だったらいいんですけどね。2階からする音は全部動物で型がつくんで。こっちもしてますね。そう、廊下かも今。タチヤさん今聞こえました。こっちから。いや、そっち聞こえなかったです。声でしたの。聞こえなかったですか。聞こえなかった。はいって聞こえました。はい、はいって聞こえました。そう、廊下かも今。そう、廊下かも今。なんか僕が思うに、数々の問題って一個じゃないと思うんですよね。要は霊道だったりとか、例えばその動物の亡きがらだったりとか、いろんな問題がこういう一つになんか引き起こしちゃってるのかなっていう。マジで今、多分そこの襖なんですけど、あ、でもライトの加減かな。今白のスーってマジですか、守ってきましたけどね。この女の声聞こえます。え、女の声聞こえます。なんて言ったかわかんないですけど、ふうふうって言ってる女の声聞こえますでした。多分廊下なんじゃないかな今の。廊下さ、上とかじゃないな。でこうなってんじゃないですよ。いろんなことが一つ一つ重なって大きいいっぱいなことが起こってんじゃないかっていう。でもその可能性は十分にあると思いますね。じゃあ早速。そうですね。ここの怪奇現象で悩むお家でも、本日はターチャイさんとご宿泊していただきたいと思います。岡水初の宿泊よろしくお願いします。うわ、それは震えますね。ごめんなさい、軽く言って。いや、とんでもないです、もう本当によろしくお願いします。では早速、資格やってまいりましょう。動物かな。動物だったらいいんですけどね。2階からする音は全部動物で型がつくんで。こっちもしてますね。そう、廊下かも今。こっちもしてますね。そう、廊下かも今。そう、廊下かも今。2階からする音は全部動物で型がつくんで。はい。こっちもしてますね。何か合図を。